さあ、それではティアーズオブザキングダムの続きやっていきます。というわけで今回はロテインさんの依頼でこの巨樹を聖域まで運んであげようと思ってます。じゃあまずは冒険手帳から8人目の英雄聖域への鍵となる巨樹があった。ロテインによると北ゲルド遺跡の地下に聖域と呼ばれる場所があるとのこと。巨樹を聖域に至る入り口まで運んでほしいと言われた。をやっていきましょう。うん。さあ、入り口は北の遺跡だと、ここか。ここまで運んでほしいという話だけど、入り口はここにもあるんだよね。ここまで直接運んでいくか、下から行くべきか。当然上から行った方が楽っちゃ楽だろうけど、うん。じゃあとりあえずここに運びましょう。よし。じゃあお話だけ聞いていこうかな。巨樹が鍵ね。まったく、こんなに厳重に人目から隠そうとするなんて、8人目の英雄様って一体何者なのかしらね。うん。大きな玉のことはあなたに託したわ。なーに、ちょっと運ぶだけよ。はい。うん。二人で解き明かすぞ、このさえずり。ぶつけないです。砂ざらしちゃんに運んでもらった方が楽かな。あ、ごめん。水路に落としたりさ、どこかに行っちゃったらどうなるの。元の場所に戻ってくれるのこれ。わわ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 、ごめんごめん。ポッター、これからバーバのお店の手伝いなんだ。うん、はーい。それ子供の会みたいの。わわ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 わ、ちょっとちょっと、事故になる。あ、はーい。そういえば品揃えが増えましたね。うん、バーサーク。はーい。サジンが収まって久しぶりに旦那にも会えたよ。商品もたっぷり補充してきたから、どんどん買ってってよね。はーい。うん、うん、サジンが会った時はもう一生旦那と会えないかもと思ったよ。いつ何があってもいいように後悔しない毎日を送らないとね。それは確かにそう。人生どうなるかわからないからね。はーい。いくつ包めばいい？全部。それも一つや二つではない。岩塩全く持っていらないが買う。はーい。これ堂々とこの上に乗って乗れない。嘘、マジか。今度は買い占められないぐらいたっぷり仕入れておくから、また来てよ。はーい。お、なんか作るなら共同キッチン使いなよ。この店の真ん前にあるからさ。はーい。よし。お、あ、動じるわ。うん。さてと、あれ、まだちっちゃい子たちは寝てる。うん。この子たちも何かあるのかな、イベント。うん。サボった、サボった。あん、あんって。ああ、例の。ああ悪いが、子供たちが仲良く寝てるんだ。あんまり足音立てないでおくれよ。外から来た子たちもすっかり馴染んでくれたようでね。頑張って受け入れ準備をしていた甲斐があるってもんだよ。外から来た子？あんたは特例扱いって聞いてるけど、ゲルド族は成人になるまでブオイとの接触はご法度でね。だから物心つくと男子禁制のこのゲルドの町にやってくるんだよ。ああ、新入りはアクレットとウィッタの二人さ。入ってきたばかりの子はちっこい子ら、ちっこい子っていうかちっこいから見りゃすぐわかるよ。アクレットの母親はちょっと ややこしい店で働いてるから、表にはめったに姿を現さなくてね。うん、寂しいのか、まだ地下街に書かれているペディの顔を見に行ってるみたいだけど。ウィッタが来てからは笑顔が増えた気がするよ。ああ、ゲルド族はみんな家族みたいなもんだ。
子供たちの成長が楽しみで仕方ないよ。なるほど、仲間がいてよかった。お互いちょっとね、まあアクレットちゃんの方はわからないけど、ウィッタちゃんは村のみんなと離れてきたから同世代の子がいるってのはいいよね。おびっくりした。かわいい寝顔だろ。夢の中でも楽しく遊んでるんだろうね。昼間はこの子たちが町を駆け回ってくれてるおかげで、私ら大人も手本になれるようにしっかりしなきゃって思うんだ。なるほど。果ての村の青玉みたいに子供たちがね、見回りしてると大人なかなか悪いことできないですからね。見本にならないと。ある意味町の秩序を守っているのはこの子たちかもしれないね。とか言って思うけど、インターネットとかって大人も子供もなんていうか混ざり合ってるけど、あんまり子供にいい世界じゃないよな。ぶっちゃけて言うと、まあそれはともかく、俺もね、このゲームを通してなんか大人としての見本が見せられたらいいかなと思うんだけど、そこまで大層なもんでもないから。さてさて、じゃあとりあえずソリザラシちゃんを借りていこうか、それとも歩いていこうか。どう考えてもソリザラシの方が早いな。よし、あ、自分で作るソリザラシというか砂ザラシは砂に弱いからな。砂じゃ違う、すっげえ違う違う、岩場に弱い。ちょ待って。じゃあ待ってね。うおー、ここにまず乗せます。暑い、もう暑い。思い出の服を着ていられない。せめて頭を冷やすか。対処効果のあるサファイアの頭飾り、シュッ。よし、あとはこれをなんかおみこしみたい。あ、まあぴったりかな。おお、体が勝手に動いてしまう。じゃあここにタイヤをつけていこうかな。あとはこれは操縦席ってことにするか。ちょっとこうした方がいいかな。ちょっとバランス悪いかも。まあいいか。よし、じゃあスナッチって小さなタイヤと大きなタイヤどっちがいいんだろう。ちょっと小さなタイヤでやってみようかな。あ、小さなタイヤと大きなタイヤを組み合わせたらどうなる。前輪の方が大きい方が走破性って優れるかな。先に乗り上げる方が強い方がいいよね。タイヤを複合的につけてちゃんと設置させることができるんだろうか。ちょ待って待って、いく、タイヤの転がり方、おお、タイヤの転がり方そうなる。こっち側に走りたいんだからこうか。違う、そこ車軸じゃないとこに刺さってるけど、もう動くならいいよ。ちょっと待って、動くかどうか確かめてみます。あ、動く。よし、あー、ちょっと待って、止めてない。ふー、危ない。叩いてもさ、壊れない木材が欲しい。よし、こうかな。
うん、そっちはちゃんと車軸についちゃったな。あ、そっか、タイヤが高いやつは若干上の方につけた方がいいのか。そっか、なるほどな。こういうさ、ゾナウマシン作りもなかなか楽しいね。こうね。うん、走るかな。あっと、そうだ、武器。お、いいよ。角めってる、大丈夫かな。よし、これを、うん、いいぞ。そこじゃない、そこじゃない、そこにつけたい。だけどこれつく場所おかしいな。こうでどうかな。もうちょいこう、そこそこじゃなくて、そのここよし。わー、危ない。うん、一応全部タイヤはついてるっぽいな。うん、下の部分はこれいらないと思うけど。抜けないんだけど、これをまあ見た目でもやっぱりリンクがちょっと前に出てないと大変だから、こうかな。重心が怪しいけど、弾を若干後ろに下げるか。うん、これで、うん、後ろのタイヤもこれでくっつくかな。どうかな。よし、よくない気がするが、よし。オッケー、できました。実際走らせてみよう。お、これ後ろちゃんとくっついてる。これ、あ、意外と速い。ちゃんとできてる。このさ、ゾナウマシン作ってる間に普通に持っていけばもう余裕でついたですね。これはなんていうか本末転倒というか、まあよし、こういうマシン作りがね、他の謎解きとかに役立つからきっと。お、ひんやりメロンはちょっともらっていこうかな。急に止まってさ、グッと前に出たら前に放り出されちゃうね。さすがのリンク。さあ、北の遺跡、ここも後でちゃんと調べたいな。きっとコログちゃんが何体かいるに違いない。お、氷室が見えてきた。一応氷室の方を見てみようかなと思いながらも、そう、余計なことやって変、ん？敵がいるな。よし、入ります。何？まさかの俺が引っかかっている。前か、前にタイヤつけなきゃダメか。最前線に、あ、そのタイヤがないといけない。ダメだなこれ、うっかりしてたっす。運転席はね、あのタイヤよりもタイヤと同じくらいか後ろに置かないと前に重心がかかってしまう。これはうっかり、また一つ勉強になった。
よし、ここだ。ふむ。というわけでちょっとだけ手直ししとこうかな。これは結局ここがいいということかな。場所、これは外しちゃおう。よし、改良された。せっかくだからちょっと高いところにするぜ。おお、いいよ。さてと、とりあえず敵をしばいてからにするか。あ、あったあった。噂をすれば影が刺す。よし、さてと、ここに運べ、あ、もしかしてこれ上の方じゃなくて下なのか。あ、下、下っていうかこのここから入れて持ってくのか。鵜呑みに地上を走ってきたけど、まさかそもそも地上じゃなかった。これは先にクロリザをしばいておこうかな。よし、さ、久しぶりのまともな戦闘。特等兵隊エッジよし。お、ゲルド族の聖域北側。あ、もうここにそれっぽい。逆にちょっと待って、南側からでも行けそうな感じだったけど、まあでもせっかく持ってきたからね、弾がどこかに行って消えてしまうのもあれだし。じゃあこれを、いいね。北ゲルド遺跡の地下への入り口に巨樹をはめ込むと、閉ざされた扉が開き、聖域への道が開かれた。この聖域のどこかに8人目の英雄の秘密が隠されているのだろうか。ロテインさんが来ないじゃん。弾を運ぶのは任せたわって言われたから運んだけど、肝心の学者先生が来ないんじゃ困りましたね。お、南と北では分かれてるのかな、区画が。わあ、どうしても左側にずれていく。同じ洞窟のようだ。ふむ。お、さらに地下が隠されている。ちょっと待って、ロテインさんにお話を聞いてみたいな。ここにワープマーカーを置いて、一旦ゲルド族の町じゃない、ちょっと言い方おかしくなった、ゲルド族の地下街に戻りましょうか。回収、よし、便利。はい、とう、ふう、疲れてると砂の上めちゃめちゃ遅い。ああ、話変わらなそう。ああ、はーい、やってきたけど扉が開いたよとか全然言わない。俺が謎を解き明かすしかないということが今分かりました。すっきり。というわけで戻ります。よし、さ、じゃあ改めて、ほい、
一応後ろを見る。 OK。 お、あ、何か石碑みたいなものがある。うん、何かスイッチか何かを動かさないといけないかな。お、ギブド、こんなところに。よし、オッケー。さらに地下。うん、よし。おっと、中途半端なところが。ここは一回降りてみるか。うん、交渉と明かり花があるだけかな。明かり花の種がなんか壁にあるのちょっと珍しいな。一応もう一回チェック。あ、落ちるとこだったのか。なるほど。うん、それで水があるのか。お、なんだこれ、なんか変な音が聞こえてますけど。これ外れがあるな。これを、えい、外れがあるなじゃないな、これ。いや、うーん、このゲームのことだからプスッと刺さるんじゃないかな、これ。ルージュ様、この辺りにズドンと打ち込んでください。あー、さすが、さすがルージュ。よし、でも中身何もないや。うん、最初に選んだ左側が正解だったっぽい。お、これはギブドが出てくる予感と思ったら出てこないや。ちょ待て。よし、ふう、出てきた。坂道で足止めを食らっているルージュがちょっと可愛い。よし、ここは炎の剣じゃ狭くてこっちに来れない。こういう時は得意げに岩立て。おー、岩立てすごい。なんで俺はこれを今まで主力にしてこなかったんだろうっていうぐらい気持ちがいい。お、わあ、マックストカゲだ。うおー、取れたかな。よし、うん、これはつまり大岩盾にしろという、そういうことなのでは。大岩盾、前が見えねえ。うん、これでさ、破砕能力が普通のいわゆる弱かったらどうしよう。お、こういうのね、一回下に降りてみないといけないってことが雷の神殿で分かってるので、降りてみましょう。おお、ごめんね、明かりホラーを。うん、
下には何もない。ん？本当に何もないのか。うん、ホラウオちゃんがいっぱいいるだけ。じゃあせっかくだから取ってこう。あれ、ちょっと思ったよりかめちゃめちゃ投げたな。実際電流でさ、その魚をしびれさせて取るにはどれぐらいの電圧とか必要なんだろう。電気ウナギってさいるけど、射程距離とかどれぐらいなんでしょうね。よし、一応チェック。 OK。 わあ、ちょっとゴーゴートカゲ頑張りまった。びっくりした。うん、なんか大丈夫か、怪しげな雰囲気してるけど。うん、お、8英雄、ゾウの間、8人目の英雄を発見。おお、何かを解き明かしたのか。遥かな昔、ゲルドの町を襲いし砂漠の巨獣、雄たけび響かせ、たける姿は悪鬼のごとし。迎え撃った我らゲルドの七英雄、屈強なる選ばれしブアーイたち。されど巨獣に迎えては、七英雄とて赤子も同然。ゲルドの命運ここに尽きんと思われし、その時、異国の地より現れいでたる最後の英雄、七英雄の金言、七英雄に金言を与えん。いわく、力を一つにと。力を重ね、見事巨獣をほふりし七英雄、最後の英雄をゲルド救いし光と称えん。七英雄さんたち、その巨獣に対して一人一人立ち向かったの。最初からみんなで行けばいいのに。尽きぬ感謝と賛美の思いを伝えるも、ゲルドの町へ迎え入れるは叶わず。ああ、ブアーイじゃなくてボーイだったんだ。そのもの、ハイリア人のボーイなれば、ゲルドの掟がかの者を拒む者なり。我らが抱きし最後の英雄への思い、すべて届かず儚き露と消えん。かくしてゲルドとかの者のつながりは断たれた。なれど最後の英雄への感謝と思い、その世姿となりし贈り物、聖域に祀る者なり。ほう、聖域の採用で石碑を発見。8人目の英雄とは過去にゲルドの町を救ったハイリア人のボーイだったらしい。ゲルドの町へ戻り、ロテインへ石碑の内容を伝えに行こう。おお、なるほど。それで8人目の英雄がなんか微妙に隠されたり隠されなかったり、微妙な立場だったんだ。ゲルドの槍、弓、トパーズ、サファイア、ルビー、両手剣、盾とナイフ。うん、確かなんだっけ、忘れちゃった。七英雄の属性、五、十、七、火、体とかそんな感じだったけど、7人分思い出せない。とりあえずこれもらっておくか。金ルピー、やはり金。うん、これでいいのか。まあいいけど。うん、とりあえずそのハイリア人のボーイ英雄にはお金で、そのなんていうか感謝を伝えるしかない。うん、さっき覗いたところは、うん、こっち側からこう覗いて石碑っぽいのがあるぞってなったんだから、こっちに行きたいよね。ここは地上に出るための場所か。あ、そっか、詳細なマップがわからない。うん、扉を開ける何か
ないかな。うん。意外とないね。どこかで道分岐してたかな。ここで一旦戻るべきか、もうちょっとこの部屋をよく調べるべきか。周りに置いてあるアイテムちょっと魅力的だけど、これを取っていくのはなんていうかロマンに欠けるというか。うん、まあこれ取っちゃったけどね。うん、石碑の乗り上げてく。この辺りに、うん、どこか脇道があったかな。ここはさっき見たよね。と、うん、ということは地上の南側から入った時限定で行ける場所と見るべきだろうか。うん、おお、頑張るね。ふむ、じゃあ南の入り口から入ってみようかな。お、一気に外に出た。うわ、寒い寒い、今度は寒い。ふう、もうその体感対処効果は持ってるけど、持っててよかった、この頭飾り。あだだだだだだだ、当てられなかった。あ、ちゃんと縦の部分滑るの。いや、持ち手の部分が滑るってどうなの。よし、結構自分から近づいてガードジャストで殴るって難しいんだよね。なんだかんだ突撃してくるところをガードジャストで弾いた方が楽というか、まあ時間かかっちゃうからな、その分。ここか。白銀リザルホスはいそうでいない敵だから、しばいておこうかな。あれ、宝箱下途中にあるのかな。と思ったけど、これは地下かな。うん、よし、危ない。おお、クックック、バカめー。よし、この柱の裏まで来ないところがちょっと優しいというか可愛いよね。ふむ、この下、よし、じゃあ南側に。とう、さてさて、上の方に何かないかな。さっき上に上がった時に見下ろせばよかった。うん、南側の上の方には特に何もないようだな。
よっ。うん、こういうところでその脇に何かあるってことがたまーにあるから。お、得意だ。よし、すごい一発。うおー、これはドーン。おお、ルージュ、待って、だーいいぞ、もうやってしまったのしょうがない。ゾナウ体験付き、ゾナウ体験、ふん、とどめじゃーい。よし、いた。オッケー。お、ここが覗き穴。宝箱もある。あれ？これか。なんで俺はさっき気づかなかったんだ？よし、そしてここから怪しげな石碑が見えると、そういうことか。 OK、 あとは北の遺跡の北側をチェックかな。うん、もう熱くなっている。よし、OK。 カカシがなんか一瞬いつもなんだあれって思っちゃう。上から見た感じ、今のところ何かがあるわけではなさそう。お、あ、コログさっき見つけたやつだ。お、これはもらっておこうかな。さあ下からもチェック。うん、よし、コログは意外とそんなに多くいるわけではなかったっぽいね。うん、よし、というわけで北の遺跡のさらに北、前作ではここは氷室でしたけど、上から行ってみようかな。北の氷室、律儀にはしごで行く。お、これはコログ。いいね。よっ。わっと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 い、ほい。うん。この上、つかめないかな？あ、ロープで邪魔されるんだ。へえ。こんな細いロープに、そういう判定が。よし。
まあ登れないならそれはそれで OK。 宝箱反応はん？向こうかな？この意味深なこれは何？ただの岩。下側には通れるフコログはいなそう。よし、お邪魔します。お、氷がどうされました？アンテさん、なんだハイリア人。ここはゲルド高地の雪解け水から作った天然氷を保管している氷室だ。観光気分で立ち寄るところではないぞ。と言ってもこの一帯の気温が上がったせいで氷はすべて溶けてしまってな。もはや氷室とは言えんが、ここの天然氷を使ったバーの名物カクテルは町の者や観光客に大人気なのだが、このまま氷を届けられなければいずれ飲めなくなってしまうだろう。そうなる前にどうにかして氷を作らないと。氷なき氷室。氷室でアンチェが困っている。砂漠の気温が上がったため氷ができなくなってしまったとのこと。どうにかして氷が作れないかと悩んでいる。なるほど。砂塵も収まって町のバーはこれからもっと氷がいるっていうのに。このままじゃ町のみんなが悲しむことは間違いない。ここの氷を使ったバーのカクテルが飲めなくなるなんて、それだけは絶対に阻止せねばならん。自分も飲みたいのかな。すごく寒い日の夜は水面がうっすら凍っていることもあるが、朝になると溶けてしまっているし、どうにかして氷を作れないものか。ふむ、パッと冷気の実で作ることはできるけど、それで解決できるわけでもないしな。溶けてしまったかといって他にできることもないですね。というわけでゾナウギアを差し上げましょう。ついでにスペアバッテリーもつけてあげましょう。いやいやいや待っていやいいけどさ。ピタピタ。よし、あとはこうじゃ。ごめん間違えた。あ、反撃してくるんだ。へえ。ちょっと失礼。うわー、ノーダメージ。へえ、反撃なんて初めて見た。知らなかった。今までそういうことやってこなかったから、意図的にそのなんていうか町の人に攻撃するってことなかったからな。いや角度な。あ、おお、氷じゃないか。ハイリア人は氷を作れるのか。氷室や雪山にこもってばかりで知らなかったよ。お前さえよければこの氷譲ってもらえないだろうか。ん？その棚にちょうど収まるように横幅を調整して氷を入れてもらえると助かるんだが、氷室、まあ確か、いや待って待って、氷を切り出すのは俺の役目じゃなくない？違うところから持ってくるんだろうけど、ほら右の方に氷を引っ掛けて持ってくるやつもあるし、切り出すものぐらいあるでしょ、ノコギリ的なやつ。氷を作ったが、町へ運ぶためには棚の横幅と同じサイズの氷が良いらしい。氷の大きさを調整し棚に入れてほしいとのこと。注文の多いその氷室だな。沈めることができない。意外と浅いんだな。ちょっと待ってね。
あ、ごめんね。めちゃめちゃ寒い状態になっちゃって。今度は炎じゃ持てないから、どうでしょう。ちょっといまいちだったらしい。火炎の実一発じゃダメ。これでなんとかならんか。なぶんダメか。こっちの方ちっちゃいぞ。ここにしまってくれって感じだったけど、許されないかな。あ、ダメだ、全然でっかいわ。弾を取れるところ、まあ氷室だからないよな。じゅわーしょ。あ、松明置いてあるじゃん。持てる。おお、これ持てるの知らなかった。何でもやってみるもんだな。あ、もしかしてこれそれぞれにやるってことかな。まあでも先にこっち試すのがいいか。待てよ、これはみ出てるけどいいのかな。まあとりあえず ああもともと火がついてる。よし、滑っていくね。へえ、こっちに松明を置いて、水の中に入ってるけど結構あ、もしかして横じゃなくて平置きじゃなくてこう、そういうこと。もうちょい、せっかち、めちゃめちゃ俺せっかち。なんかちっちゃくなっちゃいましたけど、やっぱりそれぞれに入れるのかな。平置きなのか、そのこうするのか、ちょっと教えてくださるとありがたいというか。正直もしかして長方形のやつは最初に作らないといけない、もしや正方形じゃなくて。これでなんとかならんか。もう一個、そういうことか。空気読み、空気読み。これをこうして、月、いや、これでつついたら逆に氷ができちゃう。よし、これをこうしてシャバーッ。もうウルトラハンドでくっつけちゃおうかな。めちゃめちゃ反撃してくる。これをこ、違う、そこじゃない。すごい苦戦してる。なんかこうやっぱり正方形じゃダメっぽい感じがするが、いや難しくない？本当に？何個か入れればいいのか。
どうすればいいんだろう。やばい、全然空気読めない。あと多分これ普通に外れるな、ウルトラハンドでしょうね。うん、これぐらいかな。ここにこう、お、ぴったり、いい感じ。どうでしょう。お、あれ、嘘、途中、え、話しかけないといけないの。氷を棚に収めてくれたか、サクだが、確かに棚には収まっているが、さすがにそれだと小さすぎて町に運ぶまでに溶けてしまいそうだ。棚の横幅と同じくらいのサイズがちょうどいいんだが。注文が多いな。これぐらいで溶けちゃうんだったら、なんでここにこれはまるような、ここあるんすか。あ、つくんだ、向こう側がくっついたんだ。じゃあこれ、うん、とりあえずどんどん入れてみよう。ちょうどぴったりぐらいじゃないのこれ。ダメかな。ほう、ん、どうした。お、って、おい、その氷、お、この大きさなら完璧だ。これなら溶かさずに町まで届けられそうだよ。あんまり変わってなくない。ああ、サクー、これはお礼だ。バーでいっぱいやってくれ。うん、置いた瞬間に反応しないから、なんかちょっともやっとしてたけど、いいんだ。よければまた氷を作りに来てくれると助かるよ。だが今は霊になるようなものを持ち合わせていないんだ。ちょっと調達に時間がかかるから、ゲルドの町のエステにでも行ってのんびりしてから来てと。すまん、お前はボーイ、行けるとしてもカラカラバザールまでだな。うん、なるほど。氷なき氷室コンプリート。アンチェに希望通りの氷を渡したが、氷室は常に氷不足なようで、また氷を作りに来てほしいと言われた。お礼も用意してくれるとのことだ。ふむ、ほう、また氷を作りに来てくれたのか。ありがたいが今は足りているよ。それに今は霊になるようなものを持ち合わせていないんだ。はーい、なるほど。よし、まあ役に立てたようで何より。おお、これが雪解け水、かなり冷たいんだろうな。でも凍えるような冷たさって出ないね。うん、あれ、なくなっとる。早速使われちゃったのか。よし、まあいっか。オッケー、じゃあ北の氷室はこれで。よし、あとはロテインさんに報告しに行こうかな。あ、ごめん、氷室にこんなもの置きっぱは良くないよな。出しときます。火を消しておけっていう気もするが、まあよし。あ、寒っ、ちょっと待って、もう夜なのか。そっか、じゃあ普通にワープで帰りましょう。あ、夜の恋愛教室忘れてた。待って、その前にこっち、ついついなんていうか目移りしちゃうんだよな。はーい、ん、あれ、あの大きな玉はもう運んじゃいましたよ。え、聖域に入れたですって。やっぱりあの巨樹が鍵だったのね。それで8人目の英雄様に関すること何か分かったの。あ、ウチエド取ってくるの忘れた。でも記憶よく、え、ボーイ、それ本当、こんなサボーテンなことって、全く想像もしてない展開だったわ。
これはゲルド氏を揺るがす真実と言っても過言じゃないわ。一刻も早く調査結果をまとめないと。もちろんその時はあなたの名前も連名よ。うん、そういえばまだ名前を聞いてなかったわね。ああ、うん、リンクです。リンクくんっていうのね。ゼルダ様お月の剣士と同じだなんて悪くないわね。あれ、うんうん、調査結果はしっかりまとめ上げるから楽しみにしててね。あ、忘れないうちにこれをお礼よ。ダイヤモンド、すごい高価なものくれましたね。考古学会のスターになる準備しときなさいよ。じゃあサボーク。よーし、いやースターになっちゃうか。うん、ゲルド史に残るような大発見をしたわけだからね。うん、さ、聖域の採用で見つけた石の内容をロテインに伝えた。長年謎に包まれていた8人目の英雄についての真実が分かり興奮気味だ。今回の調査結果を連名でまとめると張り切っていた。よーし、一仕事終えたぜ。うん、露天院さんをどこに移動したのかな。あ、間違えた、普通に迷子。あれ、自宅に帰ったのかな。じゃあしょうがない。じゃあ特別な部合として、でも、うん、とりあえず料理で部合ミーツボーイを渡せばいいはず。うん、お手伝いいたしまする。参加します。はい、皆さん注目。はい、今回はプレスタちゃん、さあちょっといいとこ見せてちょうだい。どうも。母言ってる。ん？プレスタちゃん？くだ、ダメだ、ケーキ漬けにバーのあれでも飲まないと、無理だ。そっとしておく。よかったら、すっ、こちらのお客様から。え、バイミーツボーイじゃない？これ、くれるの？サクー、急に乗り気に。もしかしてあなたもバー好きなの？飲み物が美味しいのはもちろんだけど、いろんな人と楽しくお話できる雰囲気も好きなんだよね。うん、それでね、それでね、話が盛り上がっとる。ん？はい、そこまでにしておきましょうか。欲しいものを相手にねだるのは簡単なこと。でも本当のいい場合はおねだりなんかしなくても、欲しいものは手に入るものなの。なんだ、すごい深い話。プレスタちゃん、あなたもしかしたら天性のボーイハンターかもしれないわね。なるほど。もうめちゃめちゃその遠回しにおねだりされてるわけだから俺は持ってきたんだけど、あなたのおかげでプレスタちゃんのバーイ力が目覚めたかもしれないわ。バーイ力でも、バーイ力も日々の鍛錬がないと維持できないわ。それは、なるほど。だからまた待ってるわ。あ、はい、じゃあ続いて、失恋してしまったデルタンさん。あ、待って、先にこっちから。さあ、お、気軽になったね。まさかあのタイミングでバーイミーツボーイが出てくるとはね。自然な感じでボーイとの駆け引きができて、なんだかコツがつかめた気がしたわ。やっぱり実践って大事なのね。わあ、全部あなたのおかげよ、サク。うん、よかったよかった。ん、はい、よし。ああ、デルタンちゃん、経験豊富なあなたのテクを見せてちょうだい。経験豊富。私みたいな運にも縁にも見放された場合、練習なんかしても無駄よ。あなたも私みたいなのに当たっちゃって災難だったわね。はあ、私は幸せにはなれない運命なのよ。
近寄ったら不幸が移るわよ。デルタンちゃん、またそんな卑屈になって。それにため息の数だけ幸せが逃げるって言ったでしょ。そんなこと言ったって。とりあえず今回はここまでにしましょうか。デルタンちゃん、あなたはもっと自信を持たないとね。ごめんなさいね、デルタンちゃんは前の恋の傷を引きずっていて自信を失っているの。何か彼女を勇気づけられるものでも見せられたらいいんだけど。そういえばご縁をつなぐ飾り物が欲しいって言ってたわね。まさかの。でもあれは東の方にあるハテール地方の村にしか売ってないらしいし、用意してあげるのは難しいか。まさかのご縁があります。あの飾り、輪っか飾り、そういうことなの。あ、またため息ついちゃった。ため息の数だけ幸せが逃げるって言われて気をつけてたのに。はあ、私みたいな恋愛運のない場合が恋愛教室に通って意味あるのかしら。あ、またため息ついちゃった。なるほど。まさかの輪っか飾りを何かにつけて持ってくるだけでもいいのかな。盾とか装備品につけてあるならいいのか、それとも実際持ってくるべきなのか、どっちなんだろう。装備品につけたまま輪っか飾りを盾にね、一回くっつけといて、その後に輪っか飾りを持っていく？どうしよう。ひとまず装備品につけておくのがベターかな。で、それでダメだったら直接持ってくるという感じで。なるほど。じゃあデルタンさんはまた次の機会にやりましょうか。あとこの町でやってないこと、露天員さん、露天員さんは赤い月が来たら料理タイム。こんちゃーっす。あれ、フレグラさんだった。あれ、露天員さんちどこだっけ、忘れちゃった。こっちだったかな。あ、こっちだったかも。バーの近くだった。お、いたいた。あれ、リンクくん、私の家がわかるとはさすが鼻が利くわね。まあ私のパートナーならサボーテンではないけどね。今8人目の英雄様の調査報告をまとめているところなの。古い文献や過去の調査資料なんかも参考にしながら壮大な一冊に仕上げるつもりよ。著者はロテイン&リンク、考古学会のスター誕生よ。わあ、盛り上がってる。でもよかった。子供たちはまとめてあそこで仲良く寝てるんだね。夜結構冷えてますけど。お、リムーバさん、サバ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 。訓練場が再開したって兵士たちがそわそわしてたよ。一応聞いとこうかな。話はまあ変わらないよね。その訓練場行ってきた。話変わらんや。じゃあどうしよっかな。とりあえず鍋のとこに行くか。ここは誰さんちだっけ、忘れちゃったな。ホテルオアシスのあれかな、そう、泊まるところなのかな。バッサーク、お、バッサーク、こんにちはのサバークと、こんばんはのサバサーバ、どっちもサーバって略されてるんだよね、若者言葉で。ちょっと意外だけど、わかるっちゃわかるかな。あとはボッターって覚えればいいだけだから、優しいといえば優しい。
厚さガード結構時間あるな。まあでもいいや、使っちゃおうかな。いや、今俺は目玉焼きを食べたい気分。よし、あ、そっか、オムレツの間が作れないっていう話がありましたね。あとは順番、ミルクがゆとトロトロチーズパンの間、チーズだけを鍋に放り込んでも美味しいものにならないんだよな。これは米料理かな。ミルクがゆ、おかゆで他に何かできる。うん、獣肉丼とここの間はなんだろう、リゾットと目玉焼きライスの間がかなり番号が飛んでるね。リゾット系は岩塩とバター、うん、岩塩とバターを入れて何かやってみようかな。岩塩バターに、まあやっぱり基本は肉でしょうか。あ、火入れてない。よし、あそこでふわっつってめちゃめちゃ遠いですな。違う、バターじゃない、バターはチーズじゃない。よし、岩塩焼肉、塩強いな。これと、あ、リゾットだから米入れるの忘れてた。どうなるかな。獣肉丼、うん、待て、料理枠まだある。リゾットは岩塩バター米と、あとは野菜リゾットは作ってるし、キノコリゾットも作ってる。フルーツ系どうでしょう。ひんやり煮込み果実、うん、たった2個で厚さガードがレベル2、なかなかすごい。あ、大成功したからか、そっか。これに加えて魚もやってみようか。頑張り海鮮おにぎり、バターも混じってるし、うん、あとはリゾットではないのかな。うん、カニ、貝、シーフード。あ、じゃあこれで。カニリゾット、まさかのカニリゾット。海沿いの村で家庭料理として作られるリゾット。カニの味噌も味付けに使うのが美味しさの秘密。カニ味噌、よかった。新しい料理、カニリゾット。ほう、野菜リゾット、キノコリゾット、カニリゾット。ふむふむ、料理枠は、あ、いっぱいだ。ちょっと売っちゃおうかな、せっかく。うん、赤い月が来てるときは必ず大成功になるから、この間にゴーゴー薬とか作りたい。よし、こうやって売り払ってるときのこの時間はもうカット編集で飛ばされててもいいんだろうけど、はい、旦那さんに店に行くにはちょっと生菓子とかはちょっときついかなと思いますけど。え、極上肉カレーめちゃめちゃ高く売れる。さすが極上肉入れただだけある。なんだかんだ極上肉を入れたやつってお高いんですよね。うん、肉おにぎりも、はい、これも後で自分で食べよっかな。はい、というわけで、リゾットチャレンジ、カニリゾットがあってシーフードがなかったんだから、さすがに番号的にトマトリゾット
あれだけひたすらトマトをやってたけど今やってない。これか。楽しみ。なんだって嘘でしょ。あのノリで、あのノリでダメなの。野菜リゾット、キノコリゾット、さすがにこの間はリゾットでしょ。何がある。チキンリゾット、チキンリゾットはあるかもしれない。トマトがなかったの意外だったな。それかトマト1個だけ入れて他の何かを入れるというのはあるかもしれない。5種類使う。鶏肉入れてみようかな。うん、これでいわゆる獣肉丼ではない、チキン肉丼にはなるかもしれない。よっ、肉おにぎり、まさかのおにぎりか。なかなかリゾット難しくない。ミルクリゾット、いやどうなの、バターで炒めてるんじゃなかったの。スパイシーリゾット、ゴロの香辛粉、しかしこれでなんとかなるのか。いわゆる調味料系ばっかり入れても美味しい料理にならないことが多いんだけど。えい、カレーピラフ、ゴロの香辛粉の香りが豊かなピラフ、マイルドな辛さで食べやすく仕上げられているピラフか。なるほど、確かピラフもリゾットと同じような作り方ではあるんだけど、ピラフの方がよりなんだっけ、作る手順というかどうだったかな。リゾットが生の米からやって、ピラフは炊き上げたやつを使うんだっけ。忘れちゃった、前調べたのに。リゾットを調べてる間についでに、まあいいや、ピラフができました。カレーピラフ食べたい。89番、つまりピラフがまだあるのでは。うん、まあいっか、今回はこの2品でもう十分嬉しい。じゃあこれで、ででーん、よし。じゃあ今回はなんか料理で大満足しちゃったけど、やったことはまず露天さんの巨獣、巨獣じゃないや、なんていうん、巨大な玉、あれ名前忘れちゃった、忘れちゃったけど、あの大きな玉を運んでいって、謎を解いて、あと氷室にも行って、うん、それくらいか。行ってみれば、なるほど、意外とあんまりやってなかったけど、でも料理もできたし、まあ OK ということで。あ、恋愛教室もやったわ、そういえば。じゃあ今回はここで一旦区切っておきたいと思います。さあ、それではまた次回よろしくお願いします。